生駒武志、嵐、梅谷真、栗、青山亮、平山、神谷玲子、水瀬美香。人気ライターの動画が見たいなら必勝本 WebTV 無料番組多数配信中。さらにスペシャル会員になれば攻略誌全7種の付録 DVD 動画が月々たった500円で見放題。必勝本で一発検索。さあ1番です。1番なんでちょっと何言ってばいいのか、はい、ありがとうございます。さあ何を打ちましょうかね。窓かな、やっぱり。ちょっと今日はね、この子と戯れたいと思います。おはようございます。おはようございます。朝井ちゃん、寝台ですね、はい、そうですね、やっぱり、ね、今やっぱり旬の機種ということで、スロット劇場版魔法少女マドカマギカ新編反逆の物語とね、ここから攻めていこうかなと思います。で本当はね、ちょっといろんなね魅力的な機種があったんで、ちょっと迷ったんですけど、やっぱり寝台の方がいいかなということで、ね、今回スロットマドカ新編を打っていく中で、はい、まあ、楽しめるような、ここを分かったら楽しめるよっていうようなポイントってありますか。やっぱりあれですね、そのこのシリーズ、まあ、通してたんですけれど、やっぱり演出の法則性とか、もう知れば楽しくなるその演出の法則とか、あとレバーの叩きどころをね、ちょっとちょいちょい教えてね、より楽しく、より面白く、よりエキサイティングに楽しめるようにね、楽しめる情報をお届けできたらなと思ってますね、はい、はい、では今日はエキサイティングな実践をよろしくお願いします、はい、お願いします。さあそれではね、早速打っていきましょう。まずなんですよね、もしこのない、設定変更、まあ、リセットしてたら非有力化からスタートするんですよ。なので1ゲーム目が大事です。もしここで1ゲーム目で強力エーク引けば AT 確定なので、まあ、まず1ゲーム目が、まずレバーの叩きどころになります。演出が発生した時点でレアエーク確定です。まあ変更してたらの話ですけどね。よっ、ああ残念と。さあここから、有力感がスタートして、まあ、ゲームスタートですね、まあ、この機種なんですけれど、まあ、まずね、とにもかくにも AT に入れないことにはね始まらないので、まずは、まあ、AT の途中のメインの景気であるボーナスを目指しましょうと。でボーナスの当選景気なんですけれど、まあ、ゲーム数解除だり、レアク解除とかね、シッターチャンスゾーン中の抽選とか、あとロングフリーズとか、まあ、いろいろありますけれど、メインになっているのが、まあ、ゲーム数解除ですね。でもうゲーム数なんですけど、規定ゲーム数なんですけれど、まあ、モードによって、まあ、ゾーンが変わりますよと。で初代と同様に、まあ、フェイク絶頂の発生するゲーム数で、まあ、モードの推測はできるよって感じですね。さあとりあえずね、まあ、この機種はちょいちょい打ってるんですけれど、やっぱりね設定がねちょっと辛めなので、もう狙うは高設定ですよね。まあ、欲を言うなら設定6を狙って立ち回った方がいいんじゃないかなと思います。でも設定、まあ、高設定のベースとなるって、はい、どこを重点的に見るとかってありますか。そうですね、まあ、一応まあシリーズ通しての、まあ、伝統なんですけれど、まあ、弱チェリー確率に設定差はあるっちゃあるんですけれど、今作のまあ弱チェリー確率はそこまで差が大きくないんですよね。なのでやっぱり直撃 AT と、あと設定したの演出ですね、まあ、いっぱいあるんで、まあ、セリフなりとか画面とかあるんで、まあ、その2つをメインで早めに設定カッパーするのがいいのかなと思いますね。特にね直撃 AT 確率がね結構な設定差があると思うんですよ、はい、あ直撃でもう巻きからしに入るっていう、はい、そうですね、発煙の時に抽選してる、あ、外れる抽選してる、はい、
それがまあ実戦上なんですけれど、設定位置がねなかなか入りづらくて、設定ロックはね1200とか300とかそのぐらいの確率で当たるんですよ。まあ、オッチはもう1日通してたら結構複数回も撃撃できるんですよね。そうですね。だからその高設定を狙うんだったら、あの直撃が当たると嬉しいんじゃなくて直撃がないとやばいって感じですね。だから他の数値が良かったとしても直撃が絡まないと、まあ、あって4とか中間設定なのかなと、そういう風になっちゃいますね。あと、まあ、設定したボイス、ボーナス終了後の、ね、タッチして出る設定したボイスなんですけれど、もちろんその高設定したとか、ね、高設定確定のボイスっていうのはもちろん重要なんですけれど、結構重要なのが奇数偶数したのボイスが結構大事ですね。結構あれですね、その よくあるパターンとしては、まあ、その設定奇数と偶数の割合が64っていうのがよくあるパターンじゃないですか。あ、まあどっちかちょっとだけ寄るみたいな感じで、ちょっと結局分かりづらいっていうのが多いんですけれど、経験上ね、その6を打つとかなり偶数によるんですよ、偶数下に。あ6だったら半々とかいう機種は結構ありますけど、この機種はおそらく違うと思うんですよね。僕だったらその偶数したボイスばっかり出る。そうですね、だからそう奇数下の、まああれですね、チーズが頻発しちゃうと6を狙ってるんだったら厳しいかなと。だから高設定したのボイスも重要だけど、偶数した、まあ、6を狙うんだったら偶数したのボイスも重要ですよと。あとまあ重要なのがあれですね、まあ実戦上なんですけど、明らかに低角っぽいところからのジャックチェリー解除ですね。あ、ジャックチェリーでボーナスが当たるってことですか。はい、なんか熱いやつ来ましたね。一応ジャックチェリー解除はエピソードボーナス確定なんですよ。で、まあ、実戦上なんですけれど、やっぱり高設定のほどやっぱりそのジャックチェリー解除が多いんですよね。だからエピソードボーナスも出やすい。そうですね、まあ極端に出やすいっていうわけじゃないんですけれど、まあ、まあ体感上ですね、やっぱりなんかちょっと多いかなっていうイメージがありますね。詳細は分からないんですけど、おそらく設定差があるんじゃないかなと。で、まあ、まあ、歴代シリーズを考慮すると、もしかしたらそう定格の時のレア解除率に、まあ、大きな設定差があるかもしれませんという。だから、もうジャックチェリーとか、まあ、広角の移行ケーキがジャックチェリーと共通ベルなんですよ。なので、それらを引いてないのに、まあ、ジャックチェリー解除したら、まあ、定格濃厚となるんで、そこが当たりが多かったらもしかしたら粘る価値があるかもっていう感じですね。で、一応あれですね、初代みたいに、100とか1、奇数の100の位が奇数のゲーム数で前兆が入ると、まあ、チャンスモード以上に期待ができますよと。そこにもやっぱり設定差がある。そう、チャンスモードイコールという設定差があるんですよね。設定6が 25% ですね、あるんで、まあ、チャンスモードは行けば行くほどありがたいと。で、チャンスモードでマイクボーナスに当選すれば、初期のソウルジェムに必ず強固以上が1個あるんですよ。1個以上あるんで、あ、まだ AT にも入りやすい。そうですね、だからチャンスモード行こうっていうのは、まあ、重要ですね。ただやっぱり6でも 25% 程度しかないんで、まあ、それも結構ブレます。あとよくあるの、まあ、初代からの、まあ、伝統的に変なゲーム数で前兆入ったら熱いっていうのもあります。あ、その時はやっぱり直撃のマギカラッシュに期待できる感じですか。そうですね、大体直撃に当たってます。あと今作は前半よりも後半の方が、まあ、前兆発生しやすいんですよ。というか前半が全然発生しにくいんですよね。で、前半で発生した場合は、まあ、本前兆に期待できるのと同時に、あとあれですね、チャンスモードにも期待できます。特に100の位が奇数、もう100、200、300、500の前兆で、の前半でフェイク前兆が来たら、まあ、まあ、確定とまで言わないと、確定とまでは言えないんですけど、まあ、ほぼほぼチャンスモードにいるんじゃないかなと思います。もう150行くまでに来たら、ね、チャンスモードにいるから、まあ、ちょっと粘った方がいいんじゃないかって感じ。そうですね、あとやめるときも、まあ、前半じゃなくて後半まできっちり回した方がいいですよと。
ゲーム数がね、規制ゲーム数がね、今回あの後半が多いんですよ。70から99、その辺の後半が多いんで、まあ、そこまで回した方がいいですよと。結構初代って50くらいまで回してやめるっていうのが多かったじゃないですか。そうですね、すぐ入らなかったりとか、そうですね、来なかったりっていうので、まあ、今作は後半の方が振り分けが大きいんで、50まで回すんだったら99まで回した方が全然いいっていう感じですね。そうですね、設定6はね、やっぱりはまりにくいっていう特徴があるんで、天井まで行っちゃうと厳しいですね。今このキューベキュッキュッって言ってるんですけど、普通のセリフだった場合は悪魔モードもしくは本前兆が確定します。あ、喋ったら喋ったら熱いです。だから喋ったら次の当たりまで打ち続けた方がいいです。ただキュッキュは例外です。泣き声はダメです。ちゃんと喋ったらです。一応ね、通常時のモードなんですけれど、まあ、通常と、まあ、チャンスモード、あと悪魔モードっていうのがあって、まあ、悪魔モードで当選すると、まあ、初期のソウルジェムが窓から3つになるんで悪魔ホームランゾーン確定です。なので絶対やめちゃいけないですね。で、その悪魔モードの下なんですけれど、まあ、さっきのキューベのセリフの他に悪魔ホームランのセリフ、ホームランじゃなくてここのキャラが悪魔ホームランのセリフっていうのも、まあ、あの悪魔モード下もしくは本前兆下ですね。あとサブ液晶をタッチして黒ゼリフだった場合は悪魔モードもしくは汚れマックスの下になります。ってことは、まあ、どっちしてもやめちゃいけない。そう、やめちゃいけないですね。さあ、100ゲームの後半 であのフェイク前兆が発生しなかったので、ちょっと通常スタートかもしれないですね。気になると、まあ、200後半400後半そうですね。なので、あ、まあ、途中でチャンスゾーンで解除したいなっていう気持ちがありますね。だから前半でね、前兆発生するとすごく、あ、前兆なのか降格したなのか、もしこれがね、前兆で発生してるならあれば熱いです。まあ200ゲームの後半、前半なんで。ただね、ただの降格したの可能性もあるんですよね。あ、前兆かこれ、どうだ。あ、前兆っぽいっすね。前半で前兆入ったね。で、100ゲームの時に後半で前兆入ってなかったんですよ。ということは、もしかしたら当たってるかもしれないですよ。直撃ですか？の可能性もありますよ。ただね、まあ、偶数の前半なので、まあ、通常モードでも出る可能性はあるっちゃあるんですよね、薄く。もう絶対後半でしか出てこないってわけじゃないですよ。でも前半はあんまり出ないです。だから出た時点で結構熱いです。でも外れてもチャンスモードの可能性は、お、緑になってきた。ただゲーム数的にね、普通にあれですよね、今234ゲームなので、ここで前兆が発生してもおかしくないゲーム数なんですよね。フェイクの可能性も、まあ、あるっちゃありますね。あー、なんとも言えない。緑で発展、演出もあんまり弱くない、あんまり強くない。あ、たまたま発生したフェイクっぽいですね。もしかすると、でもこれでチャンスモードにいる可能性もちょっとアップしましたね。あ、前半で来るとチャンスモードの可能性も若干アップする。アップします。一応奇数の方がありがたいんですけど、100のくらいが奇数のゲーム数の前半の方がチャンスモードに期待できるんですけれど、まあ、偶数でもチャンスモードの期待はあります。さあ、夕方ステージに行きました。夕方ステージは、降格したらないし、前兆したですね。これがもし前兆で入ったとするとめちゃくちゃ熱いです。あ、どっちだこれ、前兆じゃない？え、もし前兆だとするとこのゲーム数で前兆入るわけないんで、直撃の可能性が高いです。
お、直撃だこれ。直撃だわ。直撃か薄いところ引いたか。レア、レアク引いてないよね。レアク引いてないよね。多分引いてないと思う。直撃、直撃、直撃、来ました直撃。めっちゃ直撃。いや、早くも早くもいい気を出すね。これですよ。このね、前兆の違和感。で、あれですね、この広角かな、前兆かな、あ、前兆だっていう。結構似てる演出が来るんですよね。さあ、これはもらいました。それからですね、前日の据え置きでこのゲーム室にゾーンだったっていう。あ、でも、こんな連続して前兆ステージ行くもんなんですか。あんまり行かないですね。あんまりイメージはないんで、もう多分直撃だと思うんですけど。直撃だよね、ホムラさん、ホムラさん。だからね、オーラがね、あくまで言ってくれればもう安心できるんですけど。あ、キャラ高いです、このアイスも。さすがにいると思う。お、第一ステージでセリフが出ない、熱い。これはもう初代からある演出ですね。で、セリフが緑以外なら激アツです。まあ緑ですね。まあでも発生することに意味がある。これ多分当たってると思います、さすがに。ほら、熱い演出ですね。これ一番、あ、確定以外、確定演出を除くと一番期待高い連続演出です。あ、ほら、これは熱いのですよね。これはって思う。直撃じゃない、直撃じゃない。あ、当たりました。271ゲームです。さあ、どっちだ。これが光れば直撃。あ、当たります。てか、あれですね、よくよく考えたら271まで持ってちゃった、持ってかれたんで。はい、もっと早いところで決着つければ直撃の可能性も十分あったんですけどね。じゃあ、まあ前半に来てきたのは単なるひたすら心だったんですか。そうですね。で、最悪が3つなので通常ですね。じゃ、普通に200の後半のゲーム数で当たったって感じです。前兆入ったね、ところが早かったんで、ね、直撃期待したんですけれど、思ったよりも前兆が長く続いたんですね。で、普通にゾーンまで行っちゃったっていう。さあ、マギカボーナス来たんで、ここからはね、ソウルジェムのね、ランクアップ抽選。とにかくね、強固まで上げないとね、勝負できないんで。お、いいね、いいね。さあ、強固まで行きました。これでホームランまで行けば熱い。メガネか。さあ、ここが重要。あ、基本は猛将なんですけれど、ソウルジェムがアップした場合は、まあ、ランクアップが濃厚です。で、レイクの期待度も高いです。ほら、レイクですね。弱点。さあ、お願い、ホームラン行け。あー、残り6ゲーム。さあ、ボーナスは終了して、マイカチャレンジ。強子、さやか、まみさん。これはね、強子を射止めないと厳しい。で、とりあえずここでレイアイク引けばもう変身は成功です。だけど強子なんで頑張って。ここ本当にね、出番叩きどころです。さあ、第1ステージの第1ステージ時のセリフも重要。赤だったらばほぼほぼ成功します。青、まあでも分かんない。強固だからある。頼むよ、いけ。よし、これで AT 成功で、この2つも重要ですからね。もう1つ成功すれば、まあボーナスないし特化ゾーン、もう3つ成功すれば悪魔ホムラゾーンですからね。これが本当に一番大事なところです。もう次はレアク狙った方がいいです。そうです、最下なんでレアクじゃないと厳しいです。レアク、無理だ。さあ、ここね、びっくりマークのナビとか出ないんで分からないですからね。滑ってくれるとありがたい。まだまだ、ね、チャンス目 A の可能性あるからね。チャンス目 A の可能性あるから、ここに止まれば、上段に止まれば、ボーナス A から止まればチャンス目 A 外れいかんだ。まだ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 来いよ。無理だ。
で、ちなみにこのソウルジェムの色とキャラが矛盾した場合は確定です。はい、要は今だったら、まあ、黄色のソウルジェムだからマミさんです、はい、もしここでサヤカとか強子が出た場合はもうゼロ確定です。こんなに頼りに仲間がいるんでしょうか。ブロッ、あー残念。まあまあでも AD は確定したんだ。さあ大事なここのタッチしてボイス、あーチーズは勘弁ね、チーズはやめて。渚はもう一度チーズが食べたかっただけなので。チーズ来たいきなりチーズ来た、キスしたです。チーズ来た、ちょっと一発目のチーズはね嬉しくないな。ね、この1ゲーム目も大事。ここで恋愛子行けばこのホーリックインテントがループする可能性があるんですよ。ループ恋愛子引けばループする可能性が高くなるんで、まあ、ただおしゅんが出ちゃってるんでベルですね。さあここからの5ゲームが重要。基本はねおしゅんベルのさやかで20枚、これが基本なんですよね。じゃあさやかでおしゅんベルの何かなかったら熱いんですか。いい質問ですね、めっちゃ熱いですよ。俺実践中なんですけど、俺経験したのはさやかでナビなしで中段ジェリーで500枚いきました。それやりすぎじゃないですか。いや多分ねさやかのナビなしはかなり熱いと思います。基本もうさやかオフィシュナビなんでで20枚なんで、あんまりないんですよさやかでナビなしは。おそらくまあ多分3桁確定してるんじゃないですかね、あくまで予想ですけど。まあ最低保証の100万スタートですね、まあ、そんなもんです。さあ、で AD 中なんですけれど、まあ、AD 中は、ボーナスの当選経験が、規定ゲーム数じゃなくて規定ベル回数になってます。で規定ベル回数の対象が、まあ、オッシュベルだけですね。共通ベルは対象じゃないと。で規定ベル回数は、モードに影響を受けて、モードは、通常引き戻しチャンス天国の4種類と。で天国のチャンスの場合は規定ベル回数に到達した時点でボーナス確定です。で引き戻しと天国は、規定ベル回数が20回以下になってます。だから通常以外ならばチャンスですね。で規定ベル回数に到達すると、まあ、降格ないしボーナスに期待できると。あ、こう手形演出はね結構熱いです。実戦上もほぼほぼ降格に移行します。降格来ました。もしかしたら天国スタートかもしれないですね。さあこれが本前兆なのかそれともただの降格なのか。もし天国だった場合はもうこれが絶対本前兆だと。もしこれがフェイクだった場合は、まあ、通常で浅い規定ベル回数に引っかかったのかなって感じですね。おチャンス目、降格中にチャンス目引いたんでチャンスですよ。頼むよ、チャンス目引いたんだよ。あらめ復活復活、はい復活なしと。とにかくね AD 中にボーナスないし、ね、特化ゾーン入んないと伸びないんで頑張るしかない。あ、これレアキスターですね。これ弱チェリーじゃなければ、あ弱チェリー、弱チェリーはね乗せの確率が低いですよね、期待度が低いです。ただ乗った時が大量なので期待できると。あとはですね、弱チェリー引いた直後に前兆演出が発生すると激アツです。本前兆濃厚です。で、後乗せですね。だからスイカと弱チェリー引いた次ゲームで前兆が発生するとかなり熱いです。本前兆が濃厚で、かつ一番熱いステージの前の塔に行く可能性がかなり高いです。一応実戦上必ず行ってるんですよね。さあこれで
あ、枚数終わりと。ただこれで一応煽りは発生してるんで、毛刈りが発動する可能性もあるけれど残念と、何もなかったと。はい、45ゲーム継続して198枚で終了です。まあまあこんなもんです。こういうのを繰り返していくのがこの機種です。ちなみに AT 終了画面で、あのレアエコを引くと、プラス100枚以上の上乗せが確定です。だからあそこもレバーの叩きどころですね。そうですね。お、跳躍演出、これは熱いですね。基本は強チェリー対応です。で、強チェリーを否定した場合は激アツです。はい、で、強チェリーって強チェリーって、まあ、対応役通りでも期待度は高いです。もしかしたらこの強チェリーでレア解除したかもしれないですね。さあ、ちょっと前兆に期待しましょう。あ、疑似連これもらいましたね。さあ、疑似連はね、この疑似2が2で発展しなければ熱いです。まあ、発展しても熱いんですけれど、まあ、一番期待度は低いですね。あ、もう2を超えればまあまあ大丈夫でしょう。3、まあ、あくまでいけば大丈夫でしょう。あ、確定です。ありがとうございます。はい、レインボー、はい、当たりました。はい、52ゲームで当たりました。いいっすね、素晴らしい、早い。霊界呪術にも設定差があると思うんで、まあ、強チェリーから当たったっていうのは悪くない挙動ですね。さあ、残り1ゲーム頼むよ。強コマに行ってオールマメは厳しいな。ちょっと霊界引かないと。ダメかな、これは。厳しいか。残念。ただ3つ失敗しても次の最終ゲームで0早くいけば AT かけたいです。まだ諦めない、まだ諦めない。やっぱりこの騎士はとにかく0早くを引くタイミングが重要ですから、ここで0早くいけば OK。 フル、はい。で、ボイスは連続チーズですね。これは嫌な予感しかしない感じですね。さあ、これが終わった後非有利感ですから、次レアエグ今日チャンスですからね。まだチャンス、 AT のチャンスありますから。エース来い。あ、ダメか。今日はね、できることならね、変なゲーム室に入ってほら来たっていうのを言いたいんですけどね。朝一ちょっとチャンスでしたけどね。ただちょっとね、前兆長かったですね。もし本当に短かったらね、70までいかなかったら暑かったんですけどね、直撃の可能性十分あったんですけどね。あ、こぼした。これがあれですね、チャンスゾーンの前兆演出ですね。チャンスボタンが来ると暑いです。さっきのシャッター演出だと赤いシャッター来るとかなり暑いです。さあ、そういった。よし、さあ頼むよ。ここでは、オシュンベル以外の、まあ、全役でボーナス抽選が行われてます。ただリプレイとかでも全然いくってことですか。ただ薄いんで、まあ、レア役が重要ですね。一応弱レア役で 50%、 強レア役で確定です。で、エヴァー叩いた時に、まあ、こ横攻撃が発生してこの演出が発生すると、まあ、チャンスですよと。で、第3停止時にボタンが出ると熱い。残念。で、実戦上なんですけれど、リプレイが成立している時って必ず演出が発生するんですよ、基本的には。で、演出発生しないでリプレイ来た時って当たってるんですよね。
もしかしたらそういう法則があるかもしれない。まあ、たまたまかもしれないですけどね。まあ中段にリプレイってよかったらもう解散テンションを期待できる。こういう風に演出がない時にテンポあったら熱いんじゃないかなと思います。頼むよ。あーラスト1ゲーム残念と。結構ねチャンスの難しいんですよ。で汚れが溜まりました。汚れはね20ポイント溜まれば汚れ発動が確定です。で今作はねやっぱり6号機なので、まあ、有利感が突入した時点で汚れがポイントがリセットされるんで、だから汚れポイントがね20ポイント溜まってなくても汚れが発動することはあります。さあスイカを2連続で引いた。もしこれでチャンスゾーン当たってればキューブチャレンジに昇格する可能性があると。チャンスゾーンの口出しか。あれ演出なし。これは多分熱いんじゃないかな。演出なしのレイアークは多分熱いと思います。普通演出発生するんですか。発生します。じゃあチャンス目2連発引いたのでそれで当たったのかもしれないですね。小村ちゃん、私なんかで。あ、でも強いんですよ。来ないな。ちょっと不安。あ、熱いいってる。これ演出なしは本前兆濃厚だと思います。お、来た、予告。みんな、準備はいい？ああ、ちょっと待って、マキさん。フルーツにすんなよ、さやま。あたしは鳥の丸焼きだから時間かかるんだって。あたしがパンをふわーって投げて、時間稼いでおくね。はい、魔法の部屋。魔法の部屋は確定の演出ですね。始めます。341ゲーム。うーわー、まあ、でもここでレイアークいけばまだレイアーク、レイアーク残念。チーズはやめて、チーズはやめて。これは偶然したの強ポだったな。170ゲームでチャンスゾーン入りました。干渉遮断フィールド頼むよ。お、一応ポダムでなんで熱い。おー、リプレイだった。さあ AT をゲットして特化ゾーン行きましょう。さあお願い、強行あって、強行以上あって。いやーレイアーク、ここでレイアーク行けば OK。 ダメか。おお、まあまあ。チーズ2回、 C1 回。さあ200後半の前兆。ちなみに色なんですけど2段階アップしたら期待度大幅アップです。何も白から一気に緑になる。そうですね。あと枠の色なんですけど基本は白スタートなんですけれど青スタートも激アツです。おー、こんなスタートもあるんですか。はい、
ただ今回は特に何も熱い演出は絡まずに、これはスルー、あでも一応チャンスボタン来た。チャンスボタンがね何度も来ればかなり熱いんですけれど、1回だけだとちょっとね心細い。1回だけか、おこれは熱いんですよ。はい、およかった、293ゲーム。じゃあまあ別に先週が弱いパターンでも、そうですね、チャンスアップ次第では全然期待できるんですか、はい、最後の最後でボタンが出れば熱いです。さあ今度こそ AT 頼むよ。そう、まあ、292ゲームで当たったんで、おそらく通常でしょう。うわー、京子、京子頼むよ、マジで京子頼むよ。ほら、セリフは普通。よし、あぶねー、あぶねー。チーズちょっとこれは厳しいかもしれないぞ。もうすでにねチーズ3本つけてますからね。はい、特に何もなく故障の100枚で終わりです。トイコス、はい、39ゲーム182枚で終了と。ちょっと1500ゲームくらい回したんで回復率見てみましょう。なんかすっげえ嫌な予感しかしないですけどね。体感上そんなに弱勢で引いてる気がしないですもん。現在プレイゲーム数が、1764ゲームで弱勢利確率なんと 117.6、 1以下です。さてどうしたものか。で、他にいい挙動が特にないんで、普段だったらもしかしたらここで移動してるかもっていう感じですね。はい、でも天井狙い的にはどうなんですか、400ゲームって。はい、追った方がいいのか。いや、ここまで行ったら打たなきゃダメですよね。さあ、400ゲームの後半前兆に入ったっぽいんで、ここは最後の取り出です。これスルーしたら天井の可能性が高いっすね。お、いきなり連続返しさせてこれはチャンスボタンですね。おそらくこれで失敗して天井ステージ行こうですね。まあ、初代からあるあの期待度アップパターンです。これは当たったかな、当たってくんだけ困る。いった、大丈夫でしょう。とりあえず天井は回避できた感じですね。あ、復活と。はい、489ゲーム、ちょうど投資額が2万円ですね。さあ AT 入れないと、 AT 入れないと。よし、こっからお願い、強行2つ以上欲しい。レアク、レアク、レアク、お、頼む、レイコイ、よっしゃ、よし、ホームラン。まあ、確定じゃないですけど、まあまあまあ、AT もらったでしょう。期待度が 85% ぐらいあったはず。できればもう一個強行欲しい。おい、レイコイ、おい、変身しろ、よし、2つある、よし、2個ゲットしよう。さあ、頼むよ、京子さん。おいや、頼むよ。
いけ、よし、これもう2つもらった、2つもらった、2つもらった。次レイアグ引いたら俺天才。次引いたら、次引いたらもうあった、もうかなり近い。ここですよ、ここ。本当にね、毎回チャレンジでこの瞬間が楽しいんですよ。頼むよ、レイアグ来いよ。よし、来た来た来た、レイアグ引いた。俺の感覚が言ってる、第6感がそう言ってる。頼むよ、やった。あ、まあまあ2つでいいっすよ。まあ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 、とりあえず2つ変身してれば、まあ AT プラスボーナスか、まあ上速化ゾーンゲットと。はい、変身と。はーい、スシタの強いパターンですね。さあ、ボーナスなのか特化ゾーンなのか気になるところですね。まずはさ、何枚になるか。ここでレ、お、レイク、これ強レイクならね、ループする可能性があるんですよ、かなり。お、これループするんじゃない。よっしゃ、これターンス、ターンス、ターンス、絶好。それでまたボーナスか特化ゾーンがついてるんですよね。そうですよ、これもうエンディング見じゃないですか。まずこれ初期サバイス、あの100だけは勘弁ね。多分強チェル引いたからね、セット継続すると思います。お、小村さん中押しで中段に止まれば一角。よし、はい、50枚以上、50枚。お、カントリー、タイム100枚、タイム100枚。よし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 、出るでも諦めない、諦めない。で、おそらく継続した、ほら、いいぞいいぞ、また100枚以上取るんですよ。そうですね、もしかしたらもう1セットいくかもしれない。だからあそこも重要なんですよ、ほんと回数のレイアクも重要と。とにかくこの機種はレイアクが重要なんです。レイアクを引くタイミングが重要。さあ、もうお願い、もう1セットいって、310枚、素晴らしい、すごい。さすが強チェリーの力っすよ、これが。さあ、出した、410枚、もう一丁、もう一丁いった。強チェリー強い。そうっすよ、やったね。これでもレイクの引きが良くないね。頼むよ頼むよ、510枚。あ、さあ、シャッターが閉まれば特化ゾーン。ああ、まあまあまあ以上、ホリックイットとか5セット継続して510枚、かつてボーナス次ゲームレント。4セットか、あの4セットですね。さあさあ、 AT 中のバイカボーナス中は、まあ、サバイバル戦中で行われてます。で、ここで、ね、ここにベベが登場すると上乗せのチャンス。いやー、お、乗った逆転。まあまあまあ、ないよりはマシ。10倍よし、10倍。
AT 中のボーナスは毎回チャレンジないんで、ここでタッチして設定したの忘れずにいいと。マギ様、もう一度チーズが食べたかっただけなのです。だそうです。さあ頑張ってエンディングいきましょう。エンディングいけばもう御の字ですよ、プラスになりますから。さあ540枚、とにかくモードを上げないことにはね、どうしようもないですよね。でモード移行抽選が行われるタイミングなんですけれど、まあ規定ベール回数到達時、あとボーナスとか特化ゾーン当選した時ですね。まあ、とりあえずほんならもうボーナスとか特化ゾーン当てないと、当てないと当ててもう天国にぶち込む。で天国に行って転落した場合は必ず引き戻しモードに行きます。で引き戻しモードの場合は、規定ベル回数が20回以内なので、またボーナスに当たるかもしれない。でもしもこのボーナス当たれば天国にまた行きます。このループが大事。ちなみに、まあ、お旬ナビの色なんですけれど、まあ、基本はこの、まあ、黄色なんですけれど、黒とか紫があるんですよね。それが天国下です。ということは、まあ、それやってた時点で早い段階で当たる可能性が高いですよと。黒は期待度が 80% ぐらいだったかな。で紫は天国確定です。で黒よりは紫の方がいい。はい、そして、でしかも天国は規定ベル回数に到達した時点でボーナス確定なので、残り240枚です。半分使いました。で、ボーナスは最初の1ゲーム連だけです。ちょっと頼むよ。強チェリーが欲しい。で、頼むよ、乗って。基本スイカが多い感じですね。頼むよ。よし、さすがお願い、当たって。ラスト。はい。うわー、まさかの駆け抜け。そう、はい、で、ここは消すと。はい、187ゲーム継続して731枚と。はい、ということでね、 AT 駆け抜けちゃいました。でですね、1台直撃 AT 引いてた台が空いたので、そっちの方に移動したいと思います。さあ、それではね、台移動してきたんで、こちらの台で頑張りましょう。一応ね、この台直撃 AT あった台なんで、まあ悪くないんじゃないかなと思います。はい、400のゾーンスルーです。これは天井っぽい。大移動失敗かな。あ、これ教師か。あ、朝一も直撃っすね。あれ、直撃2回引いてる。悪くないじゃないですか。さあ、650ゲーム、次の天井で当たります。長かった。汚れは溜まってそうですか。ある程度溜まってそうなんで、もしかしたら発動するかもしれない。ここでレアグ引いて、よし、レアグ、お、強チェリー。もしかしたらこの強チェリーでバドカーソウルジムゲットできたかもしれない。はい、699ゲーム当たりました。さあ、一応本戦場中に強チェリー引きました。強チェリー引いたけど、どうだ。あ、ダメでした。よし、でも微妙か。強コマミマミ頼むよ。
よし、レディゲット。さあ、来いよ、レイヤー君、どうだいか。たぶん、あー。まあ1個か、残念。渚はもう一度チーズが食べたかっただけなのです。うん、もう今日めっちゃチーズに疲れてる。はい、130枚。はい、駆け抜けました。ただただね、汚れがね、そこそこ溜まってると思うんで、もしかしたら発動するかもしれません。てか発動してくんないと困る。頼むよ、マジで発動してね。頼むよ、離した時にどうだ。頼む、発動しろ。じゃあ発動した。はい、結果で発動して、クルミアリの魔女突入です。よかった。ここから逆転狙います。はい、結果で発動です。まあ、クルミ割りの魔女はね、まあ、初代でいうところのワルプルギスの夜ですね。セット継続すると上乗せ確定と。一応継続率が 50%、66%、90% の3段階ですね。さあ、どこに行くか。願くも 90%。 塗装のセット数ってか、まあ、3回は継続します。でタイトルの色で、まあ、継続率を試算するんですけれども、まあ、通常パターンですね。もし赤だった場合は 66% 以上、花火柄だったら 90% 確定と。まあでもね、結構高継続率でも、まあ、通常のタイトル出やすいんで、まだまだ悲観することはありません。一応セット継続した時にプラス20枚以上なので、最低がプラス60枚、それだけは避けたい。はい、これが一応弱攻撃ですね。まあ3回は保証してるんで、保証あるんで、まあ、ここで終了することはありませんと。はい、20枚。あ、間違えた。はい、音楽、あ、歌が流れましたね。当該セットを含む3セット継続確定です。よしよしよし、ここで一気に大量上乗せして、もうここでエンディングいっちゃおうって感じですね。あとレイク引いたら追撃みたいなのもあるんですか。はい、レイクも追撃抽選がありますね。で、あの5の倍数は追撃確定です。いや、継続した場合、一応ね、このセットの、まあ、回収画面のキャラで、まあ、継続率だったり継続したしてます。で、これはですね、ちょっとシリアスな格好になってるんですけど、偶数の場合はシリアスな格好、ポジティブな画面の場合は奇数ですね。これは基本パターンなんですけれど、まあ、法則矛盾した場合は継続確定と。あとはキャラが複数キャラがいた場合も継続確定です。ただ9名のセット開始画面が継続確定プラス 90% 継続ですね。で、レア役詳細はまだ分かってないんですけれど、おそらく初代の法則を引き継いでると思うので、まあ、レア役で継続確定抽選だったり追撃の抽選が行われていると思います。さあ、次へ来るか。おつ、あ、これですね、継続確定5セット目なんで、これで、追撃。さあ、誰が来る。追撃、さあ、追撃、頼むよ。赤赤赤赤、あ、まあ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 、いいでしょう、渚ちゃん。20。お願い、窓か、あー、クルミ、あ、また強攻撃。よし、怖いけどレアグ引いてるんで、もしかしたらこれで書き換えしてるかもしれないです。期待しましょう。
まあでもね、まだまだ可能性ある。で、リール天心に復活することあるんで、もう最後まで分かんない、分かんないっす。あー残念、160枚、8セット目で160枚は乗せて終了と。まあまあでも AT を引き戻しました。こっから頑張ります。あー何もなかった、残念。はい、102ゲーム継続して567枚と。はい、180枚、よし、さあラスト。お、レアク来ました。100枚乗せました。100枚乗せました。はい、これもし強霊薬やったら200枚以上の可能性もありました。よし、延命してる延命してる。やっぱりね、本当に孤独死は霊薬の一所です。あー、ダメだ。まあでもね、またここで霊薬引きゃいいんですよ。簡単な話ですよ。あ、押収ナビ。はい、ということで AD が103ゲーム継続して365枚と。よし、先週のお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。いや、苦戦しましたねそうですね、ちょっと前半、はい、危ねえなとは思ったんですけど、まあ、とりあえず、まあ、レバーの叩きどころとかはね、まあ、基本的な演出の法則はある程度お見せすることはできたのかなと思いますね。そうですね、まあ何回か打ってはいたんですけど、あそこでそのレア薬が重要とは全然思ってなかった、はい、本当にあの機種はレア薬を引くタイミングがめちゃくちゃ重要、勝敗にかかるぐらい重要なんですね、はい。まあ、その辺が、まあ、ホリークイッテッドで強要チェリー引いて、まあ、4セット継続したりとかね、はい、AT 終了画面で、ね、スイカ引いて100乗ったりとか、まあ、そういうのをお見せできたんで、うん、合格点なのかな、うん、あ、天井もお見せすることできたし、はい今後、まあ、はい、導入されたばかりなので、はい、まだまだ3年もしくは6年ぐらい、はい、このスロット窓化新編が設置され続けるとは思うんですけど、はい、今後どういうふうに向き合っていかれると考えてますか。とりあえずですね、はい、低設定がかなりきついんで、はい、もう本当に高設定狙いでもう頑張っていこうかなと思いますね。本当にホールさんが頑張ってその高設定をちゃんと入れてくれれば、はい、面白い機種なんですよ本当に面白い機種なんですよ。いろいろ見たいものあるんですけど ねただやっぱり 1,2 とかベースにしちゃうとちょっとね辛いところだけが出ちゃうんで、本当これさお願いします、5とか6をいっぱい使ってください6そんなにね怖い機種はないんでね、お願いします。で長くね大切に使ってくださいって感じですね。でもここ設定狙いを中心で、はい、そうですね。あと今回打ってて思ったのは、はい、天井狙いもしかしたらあれかなっていう、あ、狙いそうな感じだったんですか。なんか今日天井行ったらあれじゃないですか、なんだかんだ言ってもクルミアリ魔女行ったんで、はい、もしかしたらアリなのかもしれないし、まあ、ちょっとその辺はいろいろサンプルを重ねてって感じですね。汚れがたまりやすくなるから、はい、それでもう汚れ狙いの天井狙いもありかもしれないし、ないかもしれないし、まだ分かんないんで、これからちょっと研究していこうかなと思います。はい、本日は一日お疲れ様でした。ありがとうございました。